ゴールウェイの悪魔校に集まっている皆さん、はじめまして。日本の東京で作家をやっている木原です。私は昔、風の谷のナウシカを作った会社のトップクラフトにいて、その後スタジオジブリに行って、隣のトトロや魔女の宅急便や天空の城ラピュタを作りました。アニメが大好きでアニメの仕事に就いたんです。その後作家に転じましたけれども、どうしてもアニメや漫画が忘れられなくて、コミックの原作も書きました。初めて書いたコミックの原作の中に、アイルランドを舞台に登場させています。インシュマ島を舞台にしたんですね。この関係もあって、私はアイルランドや、インシュマ島に取材に行きました。とってもいいところでした。ここがあまりにも素晴らしいので、皆さんが今回アニメの聖地にしたいというのに大賛成です。アニメの聖地になるように願っていますが、私は、同時にモバイルコンテンツのアニメーションのモバイルコンテンツの仕事もしていますから、ガンダムシードだとかコードギアスだとかのお話ができます。現場で作った、資料をもとに楽しくお話しすることができたりします。どうかゴールウェイの悪魔コンがアニメの聖地になったり、アニメの人たちが世界中で語り合う場所になることを応援したいと思っています。皆さん頑張ってください。私もそのうち必ずゴールウェイに伺いますので、その時はどうぞ一緒に話し合いましょう。よろしくお願いします。